砦で思い出したくなかったんですけど、てかめっちゃ最近あった話なんですけど、先日私北海道に行きまして、旭川空港からモセウシ町っていうところまで行ってきたんですけど、すごい空気は綺麗でめちゃくちゃリフレッシュしてきたんですけど、ただその日がですね、なんでもここ数十年で一番寒い日だったらしいんですよ。全然半袖で行けたんですけど、で次の日昼間歩いてる時に、そういえば鳥いないっすねみたいな話になったんですよ。確かに見てないなっつって、で僕が良かれと思ってですよ、砦で一番可愛いのってなんだと思いますってクイズ出したんですよ。みんなヒヨコじゃないとかアヒルでしょとか言ってたんですけど、答えはトリンドルレイナでしたって北の大地にかましたんですよ。その日の夜マイナス21度記録しました。あれ多分僕のせいです。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部タクです。お願いします。さあ今日なんですけども、皆様大好き動物に関するお話でございます。今日は皆さん小さい頃一回は考えたことがあるような話なんですけど、僕ら人間と動物ガチで戦ったらどっちが勝つと思いますか？素手で戦うとなるともちろん動物の方が強いですよね。じゃあ僕が大滑りした鳥とかどうですかね。これは今日のメインテーマにもなるんですけど、まあ皆さんね、空を飛んでる鳥、これぐらいだったら1対1素手で戦っても人は負けないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、過去実際にですね、鳥と人間が戦争して、結論から言いますとボロ負けしたっていう過去があるんですよ。じゃあなんで負けてしまったのかと、これ気になりますよね。なので今日はですね、それを紹介して、後半には実際人間と動物が戦ったらどうなっていくのか、実際に人間は負けるよねって言われてる動物なんかを紹介したいと思います。ではまず鳥と人間の戦争についてなんですけど、こちらエミュー戦争と言いまして、このエミューという言葉あまり日本では聞き慣れないと思うんですけど、これはエミューっていう鳥の名前なんですね。このエミュー見た目はダチョウにすごい似てるんですけど、体長が 1.6 メーターから2メーターぐらい、体重が40キロから60キロぐらいと、まあ、人間の大人ぐらいの体格のデカさをまずしてるんですね。ちなみに生きてる鳥類の中では 2,3 番目ぐらいの背が大きいとされています。1番目っていうのがダチョウなんですよ。いやダチョウに似ててダチョウってありえないだろ、ヤムちゃんが天下一武道会で勝つぐらいありえないだろ、まあ、さらにちなみにですけど、羽を広げた時ですね、一番面積が大きいのはアンデスコンドルというコンドルです。じゃあ話戻しまして、でまあダチョウに似てるって聞くと、まあ別に大したことないんじゃないかと思うんですけど、とんでもございません。彼ら凄まじい機動力を持ち合わせております。まず走らせると最大で時速50キロ出ます。ただ人も負けてなくて、人類最速の男っていうのがウサインボルトじゃないですか。世界記録 100m9秒58、 これ時速にすると37キロも出てるんですよ。ボルト先輩も相当速いっす。でも彼らはですね、飛ぶことができないんですよ、鳥なのに。さらには前にしか進めないというね、ちょっと変わった特性を持ってるんですね。でも50キロの速さだけでは勝てないでしょって。しかしながら、これさっき言った素手で戦った場合と言いましたよね。この時起きたのは戦争なんですよ。人間はまあ言うたら素手じゃなくて武器を使ったんですよ。文明の利器をガンガン使って負けたんですね。ちょっとその理由も分かってくるので、一旦戦争の詳細です。時は1932年、場所はオーストラリアです。この年っていうのは第一次世界大戦が終わった後でして、退役した軍人たちの行き場がないっていうことが社会問題になってたんですよ。で政府としては、まあ、どうやったら社会復帰させられるかっていうのを悩んでいて、そういった時代背景がまずありました。そこで退役軍人を対象にした調査にて、ほとんどの方が戦争に参加する前は小麦を栽培したりとか羊を育てたり、何かしらの農業に携わっていることが分かったんですね。そこで政府はですね、西オーストラリアの土地を分け与えて、小麦の栽培とか羊の飼育ができる環境っていうのを作ったんですよ。そこで働いてくださいっていうふうにしたんですけど、ただそんな中大恐慌っていうのが起きます。すげえタイミング悪いです。小麦の値段っていうのは暴落して、政府はこの時小麦の補助金っていうのを出すんですけど、補助金だけでは生活を維持できないぐらいまでになってたんですよ。さらにここにもう一つ問題が起きるんですね。それが先ほども言いましたエミュー。この西オーストラリアの土地にエミューが住んでいたってことなんですよ。このエミューはちなみにですね、オーストラリアの国鳥です。さっきも言いました、彼らは主食が穀物と果物なので、この農地の環境は自分たちが侵入して食べ物を奪う上では最高の場所だったんですね。最初対策として、まあ、侵入を防ぐ囲いっていうのを設置するんですけど、これ全く意味なかったんですよ。楽々この囲いを越えて農作物を食い荒らして逃げ去るんですね。で逃げられると時速50キロなんで、まあ追いつかないんですよ。でどれぐらい食べるのかなと思って調べてみたら、エミューって日本でも飼育可能な鳥みたいでして、すげえ大きな土地がいるんですけど、調べてみたら1日の餌は6キロ必要だそうです。無理ー。2人暮らしでも5人家族ぐらいの食料必要ですね。ただでさえ強行でやばいのに、めっちゃ早いし食う鳥がパクっていくんですよ。でここで軍人たちはこれはやばいんじゃないかということで、我慢の限界をすぐ迎えて、すぐに次の対策に移ります。次に行ったのがもうビビらせようということで、小銃の音を使ったんですよ。さすがに、まあ、鳥が寄ってきて撃てばこの音で驚いて逃げるんじゃないか、そう思ってね、空に向けて銃を撃ったんですけど、これ無駄だったんですよね。最初はビクッとなって逃げたんですけど、またすぐ戻ってくるんですよ。で見てない隙に農作物を食べていくんですね、まあ、結構当たり前だったんですけど、なのでもうこっちが優しくしてたらお前だーってなりまして、次はもう最終手段です。そのまま小銃を空に撃つんじゃなくてエミューに撃とうと、これ撃って当てて始末しようということで、これやらないと僕らが死にますということで殺しにかかったんですね。で負けたって言ったんですけど、まさか弾
を避けたのかと。いや違います、弾は当たったんですよ。大量にこのエミューに攻撃は効いたんですけど、この時繁殖力がとんでもなかったんですよ。人間が始末したエミューの数よりも生まれてくるエミューの数の方が多くて、最終的に2万匹のエミューを残して持ってた弾薬が全部なくなったんですね。でこの時敗北に終わった退役した軍人さんたちなんですけど、これはまずいということで政府に助けを求めました。政府はですねすぐに当時のオーストラリアの国防相であったジョージ・ピアーズにですねこの問題を解決するように命じました。彼はですね民間に対する奉仕と訓練という名目で機関銃2丁と弾薬1万発を備えた陸軍を送り込んだんですね。相手は鳥です。そして1932年の11月1日、この軍の指揮官となったメリディス少佐は機関銃2丁と兵士を連れて西オーストラリアに移動してきました。で移動してくる途中ですね50匹のエミューを早速発見するんですよ。じゃあまずちょっと退治しますかということで撃ったんですけど、そこで気づいたんですよ、エミュー早い。思った以上の身体能力でエミューにまず太刀打ちできなくて、銃撃っても無駄打ちがすごい多くなったんですね。そこでちょっと作戦を変えて、彼はまず1箇所のエミューを集めないといけないということで、農作物を食べている時間に合わせて退治しようという計画を立てるんですね。11月の2日朝からですねエミューたちがよく訪れる土地の近くに機関銃を設置しました。エミューたちが来るのをじーっと待ちます。鳥相手に起きエイム角待ちです。予想通りエミューたちは囲いを通過して農地で作物を食い始めたんですね。緊張の一瞬です。少佐は静かにですね発射命令、一斉に射撃が行われました。弾薬1万発全て放出しました。弾幕の中見つかったエミューの死体はですね100匹にも満たなかったんですね。いや少なって思うんですけど、エミュー100匹ってなかなかですからね。時代背景もあるんですけど、こう聞くと結構残酷なことしてますよ。あエミュー全然当たってないってなって、じゃあちょっともう作戦変えましょうということで、次の作戦ではトラックに機関銃設置して移動しながら追いかけながらエミューたちを射撃するという計画なんですよ。これなら50キロぐらいこっちもスピード出るし、追いかけられるし接近できるし当たるんじゃないかっていう作戦を決行したんですよ。鳥相手に車両を使ったってことなんですけど、敗北から2日後の11月の4日ですね、実際にトラックに機関銃を固定させてエミューたちが現れるのを待ちます。バイオハザード5でこんなステージありましたよね。エミューが一斉に現れました。トラック爆走させながら機関銃乱射したんですけど、ただ問題が起きます。発射の際の反動が予想以上に大きかった。いやそれはそっちのミスやろ。しかもこの時ですね、怒ったエミューがですねトラックに突進したんですよ。これどうなったか、たった一発の突進でトラックのエンジンが破損しました。あもうこうなってきたらもう爆薬とかしかないんじゃないのかとなったんですけど、いや相手まず鳥やぞと。この行動にオーストラリアの動物保護団体がですね、いやもうこれ駆除とかじゃなくて戦争になってるからエミューとの戦争反対しますと言い出します。政府はこの反対と戦争の相次ぐ敗北によってですね11月の9日降伏しました。結果ですね開始から1ヶ月も経たずこの戦争は終了になったんですね。約2万羽いたエミューのうちですね最終的に仕留められたのはわずか986羽と言われています。人間側っていうのは死傷者は出なかったんですけど、約1万発の弾丸が消費されて膨大な軍事費を無駄にしただけの大損害に終わって、この戦争は人間の完全敗北になったということなんですね。さらに言うと普段エミューっていうのは性格自体はおとなしくて人間を襲うつもりっていうのは全くないんですよね。ただ農地を食い荒らされた当時の人たちはそれどころじゃなかったと。だからまあそもそもこのエミューがいたっていうところが分かった時点で外すべきだったと。ここを開拓して農地にしたのがまずかったんじゃないかと思われています。さらに強いのがこのエミューって天敵がいないんですよ。 C っていうなら人間なんですよね。なのでもしかしたら思ってるより高度な知能を持ってる可能性っていうのがあります。ちなみにこの後も農地の方がですね1934年そして1948年にも軍事支援を要請したんですけど、いずれも政府に却下されています。しかもこれ調べてたら過去にウサギとも戦争してました。これはさすがに負けないでしょうと。これちょっと紹介します。時はですね1859年です。これがですねウサギが爆発的に繁殖して手に負えなくなったっていうものなんですけど、事の始まりがイングランド出身のトーマス・オースティンという男がイギリスから24羽のウサギを持ち込んだことから始まったと言われてるんですね。思い出した、先般はいつもイギリスですって落書き見たことあります、ね、たった24匹だったウサギっていうのが数年間で何百羽にも繁殖したんですよ。この後もどんどん増え続けて草とか農作物とかを食べ尽くしたんですね。この結果何が起きたか、在来種の草食動物っていうのが食べるものなくなって個体数が減り始めて、前動画にしたんですけど生態系までが崩れ始めたんですね。でこっから長い戦いが始まります。1950年代ですね、政府はこれはどうにかしないといけないということで抹殺に向けたウイルスを開発したんですね。これによってウサギの 99.8% の抹殺に成功したんですよ。じゃあこの生き残った 0.2% はどうなったのか、なんとウイルスの免疫力を獲得したんですね。さらに増殖しました。ウサギアルファの誕生です。そこから約40年後の1997年、政府はですねようやくできたぞっつってまた新しいウイルスを開発したんですよ。これをばらまきました。すると2ヶ月後には約 90% の抹殺に成功したんですね。もうこの数字めちゃくちゃ言えない予感するんですけど、はい、想像通り生き残った 10% のウサギがこのウイルスの免疫を獲得してまた増殖しました。ウサギベータの誕生ですね。で2018年、最近なんですけどまた新しいウイルス開発したんですよ。これ散布して今現在に至ってるということなんですけど、これはどうなんでしょうね。僕の予感は無理なんじゃないかと思ってます。これ現在も水面下で戦ってるわけなんですけど、まあ言うたら数百年もの間負け続けてるということなんですね。ただなんかまさか負けるとはっていう感じで、人間って動物と戦うってなったら武器さえ使えば勝てるんじゃないかと思ってる節があるじゃないですか。で
で、なんかその認知調査みたいなので、海外でちょっと面白い調査がツイッターで行われてたんですけど、アメリカのオンライン調査機関のユアガバアメリカというところの調査で、アメリカ人で喧嘩に勝てる動物は何だと思いますかという問いに対するアンケートで、 6% の人がグリズリー、 8% がライオンやゴリラ、ゾウ、 9% がワニ、 12% がオオカミ、 14% がカンガルーには勝てると回答したんですね。いや無理やろ。ただ実際にこのクマに遭遇したことない方って多いと思うんで、正直出くわしたらぶん殴ればいけるんじゃないかと思ってる方いると思うんですよ。ちょっと想像しやすいように生態紹介するんですけど、このグリズリーに関して、こちらヒグマでいうとこのヒグマの亜種としても知られてるんですけど、別名ハイログマとかアメリカヒグマとも呼ばれてます。体重が最大級の個体では450キロ以上あります。大きいものでは500キロ超えます。もう無理ですよね。体重差から不可能じゃないですか。ただこんだけ重たかったら遅いんじゃないかと思うんですけど、実はエミューと同じぐらいです。地上では時速50キロ以上出ます。さらに泳ぎも得意です。さらに若いグリズリーだと木登りもできると、もうどこにも逃げられません。さらに可愛い毛はふさふさじゃありません。硬い針金です。ヒグマとかでも昔は銃弾一発当てて毛をむしった後同じところにもう一発当てないといけないと言われてたぐらいです。だからあの龍が如くの冴島兄貴が投げ飛ばしたりしてますけど、あれフィクションですね。じゃあゾウはどうなのかと、なんか温厚なイメージあるじゃないですか。こちらゾウっていうのは地上で最も大型の動物なんですね。だからもう終了です。中でもアフリカゾウ、こちら体長6メーターから 7.5メーター、体重が約6トンから11トンです。歩幅でかいんで時速40キロのスピードで走ります。なので本気で突進したら家も簡単に崩せると言われてますね。動物園なんかではやっぱりのんびりとしてるイメージなんですけど、他の動物に襲われた時とか発情期とかはもう手がつけられないほど凶暴になることがあります。なので一発鼻でパンってやった時点で人終わりです。でこれなんで紹介したかってふと思ったんですよ。これだけ周りに強い動物がいるのに、じゃあなんで僕ら人間ってここまで強くないのに襲われないのか、今でも生き続けているのか、これ考えられる可能性たくさんあるんですけど、まず前提として生物が生き残っていくには進化するっていうよりはそこに適応していく、共存できるようになることが必要なんですね。これ以前怠け者を紹介した動画でも話したんですけど、体だけとか力だけが強くなっていくっていうよりは、そこから逃げれるようになるとか、擬態する能力とか、弱ければ襲われないように進化していくことが大事なんですよ。そういったところでいくと、人間の二足歩行っていうのがそもそも野生動物にとっては脅威になってるという点でして、これちょっと面白いなと思ったんですけど、例えば霊長類のチンパンジーとかゴリラもそうなんですけど、二足歩行っていうのが肉食動物とか普通の動物からすると外見が大きくなることを表してるんですね。で大きくなるっていうことは同時に危険だよというふうに思わせてるんじゃないかということで、たったこれだけのことなんですけど、これがまあ他の種にとってはそもそも脅威だと感じさせてる可能性があるんですよ。ただこれ僕がふと思ったんですけど、自分とちょっと違うってだけでも人って恐怖を感じる傾向にあるんじゃないかなと思ってて、サダコとかジオンとかエクソシストとか世界中で大ヒットしたホラー作品って四足歩行で出てくる描写が多くないですか。つまり体が大きいってのもあると思うんですけど、二足歩行の人から見ると四足歩行は怖いし、逆に四足歩行の動物から見ると、二足歩行は怖いんじゃないかなっていう話ですよね。これあの動物に怖いですかって聞かないとわからないんで何とも言えないですけど、次に2点目、これはこれまで人間がしてきた行いにあるんじゃないのかなっていうのがあって、開拓とか森林伐採とか、すごい長期にわたって動物たちが使う場所を無理やり排除してきたんですね。この行為自体っていうのが動物にとっては脅威であって、動物側が自ら人間を警戒することを学んでいって、それが受け継がれていったっていう説があります。自分より大きい動物に恐怖心を持つ感覚と似たようなもので、人間に対してもそもそも恐怖心を持ってる動物って多いですよね。ただまあこの人間、人っていうのが生き残れてる理由に、僕はですけど、そもそもこの人類を捕食するような天敵がもともと存在していなかっただけ説を推したいですね。多分これはこの先変わることあんまないと思うんですけど、ただただ強い種が共存を選んでくれたっていうだけの話で、だからそういった人間を捕食する生命体ができた時ですね、人は気づくと思うんですよ。あ、我々ってそういやそんな強くなかったなーつって。はい、とここまでは人間って実際強いのかというところで、エミュー戦争とウサギ戦争についてお話したんですけど、ちょっと今日はですね、さっきあのツイッターの調査の下りがあったんで、僕のツイッターの方でも、皆さんの一番強いと思う動物は何ですかと理由と同時に聞いてみました。ちょっと皆さんの意見見ながら最後にちょっと紹介したいと思います。ツイッターネーム顔面除霊の守護霊ダンヌ、どんな名前やねん。米津玄師、トラックに轢かれても不死身かつその後パルクールまでやる。確かに、いや演出やかな。ツイッターネーム恵比寿さん、室伏浩二出た、99キロのマッチョですね。あれこれなんかもう半分ネタになってるけど、あのそうでもないんじゃないかと思って実際調べたんですよ。あの逸話いっぱい出てきましたね。まず跳躍力、練習中に適当に飛んだ立ち幅跳びで3メーター60センチ、これ世界記録です。握力、日本で5人しか握れないハンドグリッパーを握って一言、これ硬くていいね。走力、めちゃくちゃのフォームで走って100メーター10秒台、30メートルまではボルトより速い。ベンチプレスは180キロ。アームレスリング、高校アームレスリングのチャンピオンに勝利。野球、始球式でぶん投げたら131キロを記録。やり投げ、遊びで出場した国体で準優勝。それを見た
翔英がやり投げを引退。幼少期生後5ヶ月で腹筋、6ヶ月で物干し竿で懸垂。これは嘘やろ。スポーツマンナンバーワン決定戦できん。これがもう身体能力高すぎて無双してしまってできんと。パワー系の種目だけではなくスピード系種目も強すぎてビーチフラッグスでは室伏を避けるゲームになってしまった。ボブスレー、こちらボブスレー日本代表のトライアウトに参加。全種目満点、日本代表に選ばれるが辞退。柔道、室伏の歩き方と姿勢を見た柔道の指導者からオリンピック級の選手になれると太鼓判を押された。背筋、室伏の背筋は389キロ、成人男性の変形が150ぐらいです。ちなみにゴリラは400キロです。ほぼゴリラと一緒です。さらに知力、中京大学で博士号を取得、現在は医科歯科大の教授です。そして忘れてはいけないのが本職です。本職はハンマー投げ、日本選手権20連覇、ハンマー投げ日本記録保持者、アテネオリンピック金メダル、ロンドンオリンピック銅メダル、世界陸上で金メダル1回、銀メダル1回、銅メダル1回と。最強やん。改めて久しぶりこれ見たけど最強でしたわ。で、同じように吉田沙保里選手もですね、霊長類最強なんて言われてるんですけど、ちょっとこれ実際調べたんですよ。こちらも半端なかったです。まず公式戦の勝率っていうのが 95% 以上なんですよ。301勝14敗です。ちなみに個人戦は206連勝というとんでもない記録です。大会で獲得した金メダルは20枚。世界大会は9連勝。オリンピック3連覇。この人がいるというだけで階級を変えた選手がいる。あまりにも強いので、外国人選手が合同練習を申し出るも、きつすぎて帰国。中国で付けられた呼び名が絶望。ただこれ、吉田沙保里選手、ちょっとずるいんじゃないのかっていう話がありまして。その理由がですね、吉田沙保里は、吉田沙保里と戦わなくて済むからかなり有利だよなっていうもの。意味不明です。しかも僕調べててちょっとびっくりしたのが、身長が意外と小さいってことで、公式では156センチなんですよ。強いとかすごいと感じた相手が大きく見えるっていうのは、あながち間違いではなかったということです。ただこのお二人紹介しましたけど、これも全て努力で培ったと思うとすげえな、あの一言ですよね。次です。ツイッターネームノンタックさん。昭和のおかん。耳ついてるのに周りの意見聞こえてないし、喋ってるのか怒鳴ってるのかわからんのが日常レベル。あとうちマンションなのに、隣の家まで 100m の田舎で育った上に歩くスピーカー、 G はノールックで潰す。特定の人言っとるやろ。次です。ツイッターネーム猫犬さん。クマムシ出た。これね、実際最強だと言われてますよね。めちゃくちゃ小さいんですけど、まず体感性すごいんですよ。世界各国の山地とか深海、南極の水環境に生息してるんですけど、まずマイナス200度っていう極寒でもいけます。さらにはやばい化学物質にさらしても平気です。ちなみに上は100度までいけます。2007年ですね。どこまですげえのかということで、休眠状態のクマムシがですね、欧州の宇宙機関によって宇宙に打ち上げられたんですよ。でさらに真空状態で大量の放射線が降り注ぐ環境に置いてみたら、なんかそれに耐えて地球に生還しました。これが人間サイズになったら終わりよね。てかほとんどの生き物って人間サイズになったら人間負けるって言いますよね。人間はやっぱサイズに優遇されてるだけ説ありますよね。次です。ツイッターネームカナエ AK ニコちゃんさん、ありがとうございます。砂漠飛びバッタ出た。これアフリカを食糧危機にしてるやつですよね。大群のもうエミューと同じ匂いしてますよね。まず彼ら1日100キロの長さを自力で移動するんですよ。でこのバッタっていうのがね、総変異するっていうことがあって、日本のトノサマバッタでも起こるんですけど、トランザムモードみたいな話で、普段はおとなしいんですけど、条件が揃って数が増えて仲間同士で刺激し合うと同じ方向に一斉に飛んでいくっていうのがあるんですよ。別種のようなバッタに変異するという能力があって、なんか蒼天の剣でもいましたよね。頭蓋骨変形させるやつみたいな。実際日本でも1880年北海道の十勝でトノサマバッタが大量発生して、かなり深刻な飢饉が起きたという記録が残ってますね。でなんかこの大群のバッタ、今目撃されてないみたいな見たんですけど、ただ繁殖力が5日おきに100匹ぐらいなんで、次現れた時もっと数が増えてるかもしれないんで、今世界では一番危険な昆虫なんじゃないかとも言われてますね。次です。ツイッターネームおじさんマンさん。ラーテル、はい、このラーテル、これ見た目すごいね、フィレットみたいで可愛いんですけど、この子はですね、実は世界一恐れ知らずな生き物だとも言われています。世界一恐れ知らずってギネスブックに登録されてます。それゆえですね、実は陸上の生物では最強なんじゃないかと言われています。雑食なんですけど、手当たり次第に目についた野郎ぶん殴っていくんですよ。でも大好物が蜂蜜なんですね。可愛い。まずラーテルさんは自分がそもそも強いって自覚してるって言われてて、それが体が恵まれてて、まず爪が貫通しない分厚い毛皮を持ってるんですよ。でガブリって噛みつかれても後ろを振り向ける柔軟な体を持ってます。なのでライオンとか加えられたら振り返って鼻にかぶりつきます。さらに毒蛇への耐性があるんですね。蛇をぶちのめして蛇も食うんですけど、数時間ぐらい動きが止まるだけですぐ復活します。さらにはこれいよいよやばいかもってなった時ですね、スカンクみたいに肛門付近の周線からですね、蛇を越えて逃げることができます。さらに死んだふりとか相手の急所だけをひたすら攻撃するとかあるんですね。もうなんか喧嘩したくて生きてるみたいな生態なんですよ。しかも頭も良くてバックもいるんですよ。これがすごい面白いんですけど、このバックこそ鳥なんですよ。ミツオシエっていう鳥と協力関係にあって、蜂の巣をこのミツオシエが見つけると鳴き声を上げるんですよ。蜜がありましたーっつって、これ実は何やってるかってラーテルに知らせるんですね。でラーテルがそれを聞いたら蜂の巣をぶち壊しに行くんですよ。で蜂蜜を強奪していくんですけど、このミツオシエ、マジ名前かわいそうだろうと思うんですけど、余り物をちょっともらっていくんですよ。なんかこの利害関係が一致してるんで、まさに攻撃は最大の防御を体現したようなやつです。次にツイッターネームトケさん。カバ、この前足立区で遭遇して危うく死ぬところやった。え足立区カバ出たん
ますか。とはいえこのカバですね、アフリカでは最も恐れられてると言いますよね。体重が平均で1400キロ、大型の個体だと2000キロに到達します。地上では時速40キロ以上で、水中では時速60キロで移動できるんですね。ちなみにどれが強いのか、これいろんな人の見解とか場所にもよるんですけど、2019年に放送された番組で専門家が選んだ最強動物ランキングっていうのがあって、トップ5からカバ、ヒクイドリ、キリン、ラーテル、アフリカゾウなんですよ。いやラーテルのポテンシャルやばすぎんかこれ。ただねここに入ってなかったんでこれおかしいなと思ったんですけど、最後です。これ一番多かったですし一番納得できましたね。最強の生物は猫、理由可愛すぎて誰も攻撃しないから。間違いないですね、これ大正解です。朝お腹減ってる時の猫が一番可愛いんだから、あれ攻撃できる生き物いないでしょ。はい、ということで今日は以上です。後半応募もたくさんありがとうございました。ぜひコメント欄で皆さんの中でいやこれ実はこう強いんじゃないかという動物いましたらコメントお願いします。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。